田中志郎はジャパンラグビートップリーグのキャノンイーグルスに所属する日本のラグビー選手。2011.1519年ワールドカップ日本代表。日本人で初めてスーパーラグビーと契約しハイランダーズで4シーズンプレーした。伏見工業高校1年の時に全国高校ラグビーで優勝を経験する。京都産業大学を経て2007年に 山陽電機ワイルドナイツに加入する。2006年度の大学選手権において9年ぶりに共産大が同大会の準決勝へと進出したが、その立役者の一人となった。山陽電機では加入1年目よりレギュラーポジションの座を獲得した。2007年度シーズンにおけるジャパンラグビートップリーグのレギュラーシーズン13戦全勝に貢献し、 同リーグの同年度新人賞を獲得し、さらに同年にトップリーグベスト15を受賞した。また、日本選手権では、山陽電機の連覇に貢献した。2008年、日本代表に選出され、同年5月3日に行われた、HSBC アジア語カ国対抗における対、アラビアンガルフ代表戦が、初のキャップ試合となった。2011年、 ラグビーワールドカップ2011の日本代表に選出された。なおワールドカップでは3試合に出場した。2012年10月27日、南半球3カ国のプロチームが競う世界最高峰のスーパーラグビーに所属するハイランダーズへの入団が発表された。これは日本人として初の快挙である。なおパナソニックでの活動は継続している。2014年、 125周年を迎えたバーバリアンズのメンバーに選ばれ出場した。日本人としてバーバリアンズに選ばれるのは3人目である。2015年ハイランダーズがプレーオフ決勝でハリケーンズを破り優勝したことで日本人選手として初めてスーパーラグビーの栄冠を得た。また同年8月にはラグビーワールドカップ2015の日本代表に選ばれる。 2019年、キャノンイーグルスに加入。また、同年8月、ラグビーワールドカップ2019の日本代表に選出された。伏見工業高校時代、パナソニック時代、ハイランダーズ時代、ありがとうございます。